はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の理科のシ旨シ,シリーズ第17弾やっていきましょうで問題4問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が解説しながら問題解いていきますんでそっちも聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします それじゃあ画面下げます。お待ちください。よ、ちょっとずれましたな。よしじゃあやっていきましょう。で、今回はですね。えっと3番4番は多分サクッと終わります。で、1番はここですね。ここが一番多分長い話がで、ここはもう解こうと思ったら、まあこれ書いてこれ書いて終わりでいいんですけど、せっかくなんでちょっと化学反応式。まあ、中学生で苦手な方がすごく多いね。 化学反応式の方にも話を触れつつやっていこうと思いますまあ飛ばしたい方はねあのスキップしてみてくださいでまず1番は主役は酸化銀ですでも説明したいんで酸化銅も書きましたでやってることは酸化銀加熱したら白色の物質が残ったとでその時のまあ反応ねそれをモデルに表してる、まあ、モデル式ってやつなんですけどでそれで選びなさいとでちなみにモデル式に関しては化学反応式が分かってれば絶対解けますそこつながってるだけなんで なんでねだから一応やっていくんですけどもしあとみんながこれからね何かの問題集とか、まあ、過去問とか試験本番でもそうですね酸化銀が出てきたらおっやってんなって思ってください引っ掛けに来てんなってこれ、ね、引っ掛か,かるんですよよくだから先にこっちを説明したいいいかなまあ酸化銅からいきますで酸化銅も熱、ね、すると、まあ、物質が残るっていう形同じような形になっていくわけなんですがまず何かと何かに分かれますこいつら酸化銅はね で何に分かれるかっていうとおっとこれはもう名前から分かりやすくて酸酸酸化銅酸化銅っっっって言っててて言るるのは酸素がくくつついいますくっついてるだからそれが分かれるから銅と酸素に分かれるんです銅と酸素ねまあ名前順から言うと酸素と銅っていうのが多分順番しっくりくるかもしれないけどちょっとこっちにね金属書きたいな,なんとなくね書きたいんでこっちに書きます だからこっちも先に書いておくと酸化銀だからこれも銀と酸素に分かれます加熱するとねちなみにこういう酸化銀とか酸化銅みたいに酸素とくっついてる酸化してるものねそれを加熱することによって酸素が離れるまあ酸素を取り出すねこういうのを還元って言います還元 いいかいまあ、この今回問題関係ないけどね。まあ、還元してるわけです、こいつら。で、まず酸化銅の方から化学反応式やってみましょう。で、なんでこっち簡単かっていうと、まず酸化銅と銅と酸素の化学式は、これは覚えてください。覚えるしかない。多分一番しっくり、まあ、この中でどれかわかるって聞かれて出てきやすいのは多分酸素。酸素 O2 ね。O2。で、たす。で、銅は CU です。CU。 で、矢印。逆にやってるけどね。で、酸化銅は CUO です。まあ、これは覚えるしかないんです。酸化銅は CUO だしっていう感じで。で、自分は、これ、これ、化学反応式まだ未完成だよ。完成してないんだけど、よく化学反応式は、ただの数,あ数合わせゲームだと思ってます。数合わせゲーム。で、例えば、この矢印あるじゃんか。これの左側と 右側で今 CU と O が出てきてるからこの2つの数を合わせればいいだけなんです合わせればいいだって今例えば右側確認していくと右側はさ CU っていう粒がこれ1個だよねあの2とか何も書いてないから1個だけありますで O 2はその O 2って言ってるから O っていう原子が2個くっついてこれでやっと酸素としていられるよっていう。 O はこうやって O の丸1個で O で3層っていけないんですよ。くっつかないとこいつ存在できないから、だから o 2で O が2個ありますと。でも、この3角は cuo じゃないですか。で、1は省略できるのね。本当は、本当はってあれだけど、ここに1が入ってると思って。cu1 みたいな感じで。いい。だから1個なのよ、本当は。ま、消しちゃうけどね。で、こっちも2とかないから、これ cu と O がくっついてんの。 酸化銅っていうのは。で、あ、OKOK、これで一応モデルは書けましたと。ただ、右側さ、O が2個ある。あれっっこっち1個しかないんですけどって。数合わせなきゃなんですよ。だから合わせたい。じゃあ、じゃあ O2 個すればいいから、ここに O2 とかしちゃえばいいじゃんって思う方いるんだけど、これできないんですよ。なぜなら、酸化銅は CUO、これをセットですって決まっちゃってるから、ここに2つけちゃうと、O もう1個足しちゃおうぜって。 ね、そのこれではありえないからさだからつけられないじゃあどうするって言ったらこいつを丸々2個増やしちゃえばいいだからもう1個ちょっと3番の入っちゃうけどもう1個 CUO をこうやってあるつまり CUO が2個あるからここに2がつくの 2CUO ってでこうすると「やったぜ!」って「O」が2個揃ったってただただね CU が2個になってもうたとこっち1個しかないからねじゃあ こっちももう一個 CU を出せばいい。そのためにはここに2をつければ2個になるから、こうすることによって CU2 個2個、O も2個2個数揃いました。はい、化学反応式完成ですっていう。これが化学反応式の考え方です。いいかな今の、えー、この1番の問題に関しては全く関係ないです。今のところ。<laughs> ごめんね。でもこっから入りたかった。こっちのは絶対分かりやすいから。酸化ドスタートの方が。 で、話を戻す。酸化銀ですね。で、酸化銀は、まず、えっ、ー、と、酸素は O2 で、同じです。で、銀は AG です。AG。まあ、これも覚えるしかないね。で、酸化銀がなんで引っかかるかっていうと、まあ、c o みたいな、このセットが結構多いんだよ。多いから、なんかその意味、酸化銅の,の c o がよく出てくるから、このイメージで、AGO って、 行きたくなるんですけど酸化銀はね AG2O なんですよこいつがねちょっと覚えてください酸化銀は AG2O なのいいかなじゃあどうなってるかっていうとまあ、これはねちょっと大きめに書きましょうこっちは AG あなたは一人でいられますとただし O2 はあなたは O が2個ないと酸素としてはいけませんとこうなってるで AG2O は の後ろに2がつ,いてるつまりこれ AG が2個 O の後ろは1のまんまだから O は1個ですつまり AGAG AG とこうなってる今この状態だとねあとは数合わせをしていきましょうで例えば AG2 個だからここ2個にすればいいやーってこうやって2をつけるじゃん2で AG を2個に増やしますと OKAG 揃ったんだけど 王が揃ってないんだよね。こっち2個だからさ。だから王を2個にしたいから、ここを2にしなきゃいけない。もう一回、王作って、ちょっと AG は書かないでよ、わもうね。AG 作って、つまりこれを2個にする必要がある。で、王は揃った。ただし、AG が揃ってないよね。4つになっちゃったから。だからこっちも、ちょっと書けないから横にしちゃうけど、くっつけちゃダメね。4つにしなきゃいけないから、ここを4にしなきゃいけない。 でも、こうすることによって、矢印の右側と左側、AG4 5 O が2個で揃ったから、これで化学反応式が完成します。で、今はモデル式の問題ですよね。銀の方が黒丸になってる。つまり、この AG が全部黒丸です。こうなってる。じゃあ、こうなってるやつを探そうと思ったら、以下が正解になるので、答えとしては、 イが正解となります、まあもこういうモデル式も、まあ、ちょいちょい出てきますけどどっちかというと化学反応式の方が多いかなという印象です全国的にもねただ、えー、化学反応式が解ければモデル式は絶対解けますだってこれとこれを探すだけだからなので是非、えー、ね化学反応式の作り方はもしねこの動画た見た時にまだ苦手意識がある方もいるかもしれないんですがこういうただの数合わせゲームですで自分のの、えー、化学反応式だけの 動画も撮っててそれ一応リンク、えっと、右上と下に貼っておきますんでよかったらねそっちの方でも練習してみてくださいはいということでね1番からめちゃくちゃ長くなりましたが駆け抜けてまいりましょうで2番は今度、まあ、酸化銅これなんですけど逆なんですよね銅を熱しました銅の粉末ね銅の粉末をわーって熱する熱することによって酸素がくっつきます酸素がくっつくだから酸化銅ができますさっきと逆ね酸化銅を熱するとこっちに分かれていく でこの分かれる方をさっき言った還元って言います還元で銅を熱して酸素をくっつける酸素とくっつける方を酸化って言います、まあ、このままね酸化だから酸化還元酸化還元っていう関係です今はねでこれを今やってるわけなんですけど、まあ、一応書いておくか銅がさっきの同ね CU で酸素が O2 で酸化銅は CUO と、まあ、そんなことをやっております で、反応式にするんだったら、さっきと同じね、ここが2になって、ここも2になると。まあ、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね。で、今回は、それを、えっと、グラフになってます。何グラムなりましたっていう。で、今回、グラフのところが見れるので、あんまり、これ覚えなくてもいいんですけど、実は、そう、あ、そうって、銅と酸素って、何対何の割合で加合します。くっつきますっていうのがもう決まってます。で、できれば暗記してほしい。自分は。これ、 4対1です。4対1。だから銅が 4g だったらくっつく酸素は 1g なんです。で、これ4対1でセットで、じゃあ酸化銅はって言ったら5になります。まあなぜなら銅と酸素くっつけるから足し算して5って思えばいい。で、この日は覚えてください。教科書載ってるからね。酸化マグネシウムも載ってますけど。ちなみにマグネシウムと酸素は、マグネシウムと酸素は3対2です。まあ、今回問題関係ないけどね。で、これは表見てもわかるの実は。 だって、まあ、どこのね、数字使ってもいいですけど、ど真ん中行こうか。銅の粉末の質量が0.4、酸化銅が0.5って言います。えっ、ー、と、銅が0.4、えー、酸化銅が0.5、つまり0.4対0.5なんです、ここ。両方10かければ、4対5ですよね。4対5。で、これ4対5なんだから、5から4引いて1しか残るしかないよね、くっついた酸素は。だから、すぐ分かるんですけど。 まあ表があることによってこの4対重を知らない人とか忘れちゃった人もできますよっていうであとは今銅の粉末 2.60g を十分に加熱しましたここです銅が 2.60g ここ加熱したのその時にできた酸化銅に加合している酸素の質量を求めなさいつまりこっちじゃなくてここです酸素を求めなさいと言ってますこうやって あとは、もう揃ってるから。4対1と2.6対。ま、あ x とか使っちゃいましょうか。も、ま、う、あ、ここ、す揃ってるから、あとは数学でやってる比例式ですね。4対1、イコール、ちょっと2.6にしちゃいますね、もう。x と式を立てます。で、数学でやったみたいに、この比例式。あの、こうね、比が入ってる式は比例式って言うんですけど、外、外、中、中。まあ、もしくは、中、中、外、外で掛け算をします。まあ、外、外から行くと、4と x なので、4x。 で、中と中となんででですねでこうなる。で、理科は分数で答えることができないので小数ちゃんと筆算で計算してください。2 6る4ですね。そうすると、えっ、ー、と、0.65か。つまり求めたかった酸素は 0.65g でしたと。これだけです。これだけなの。だからもし今回 を銅の粉末を完全に熱しましまた酸化何グラムできますかって言われたら4対対イコール対ここが、X、だから、X、になればまあ解くことができますみたいな。いいかな日が分かればどこかねどこを聞かれても答えることができますのでそんな感じでやってみてください。ではでは3番参りましょうここからはねもうねささっていきますささっと。で3番は え金属の特徴なんですよね自分これ最初解いた時にあれ全部だねって一瞬思った思っちゃったんだけどこれ何でかって共通する性質あつまり全部の金属、ね、全部よ全部に言えるやつはどれですかって言われるとこれ3つありますつまり1個だけです外れは正解先に書きましょうこれは、A、と,、I と A、ですちょっと青がごめんインクで切れてきちゃった,れゃったこれが正解つまりま特徴として電気をよく通します金属は電気を通す いいね、でイの、えー、磨くと光を受けて輝く、まあ、金属光沢ってやつです磨くだって磨くとね輝くわけですまあイメージできると思うよね鉄とかさイメージするとこれ磨いたら綺麗になりそうでしょで叩くと薄く広がる、まあ、こう叩くとね加工しやすいんですよだから、えー、と金,属じゃ金属って加工されやすいんだけど商品として使いやすいっていうで磁石もさつくイメージあると思うんですよね鉄とか磁石くっつくでしょカチってだからちょっと一瞬あれって思ったんだけどそれ書いときましょう 磁石には磁石にくっつかない金属がありますそれはもうシンプルに言うと金銀銅ですね他もありますけどよいしょ金銀銅が青のペン変えなきゃくっつかないんですよだから全部に共通するっていう言葉が入っているのでこれが外れるといいかなこれが金属の特徴です ではラスト4番まいりましょうで4番は胃管束が書いてありますと胃管束は2種類ありますねえっと和状今回和になってる和状に並んでるやつとあとはバラバラってやつです胃管束はあの茎をね切ったらク,クシュンって切ったところ茎を切ったら胃管束同管と主管水を運んだり栄養素を運んだりするやつがあるんだけどそれがまあ輪っかにちょっと極端に言うよ極端にこうやって 輪っか状にこれが輪の方ね並んでると。でもう一個がえっとバラバラまあバラバラっすこの「ば」って書いておくわこれに分かれます胃観測は。でその胃観測の特徴と葉脈つまり葉っぱね葉っぱのその形というかそのなんだ筋のやつ。 のの特特徴徴とか、えっとかか根っこの特徴とかが全部一一覧覧にになります一覧にでこれはこれを見てる段階の、えっと、今ね投稿してる今段階のみんなね勉強したのは多分中1でみんなやってるんよだけど2021年の4月から教科書変わりましてこの胃観則こいつだけ2年生に飛ばされるっていうねそうなんですよねバラバラになっちゃうんですけどまあこれ受験対策で取ってるからねそこは関係ないんだけどでまあこれはもちょっとまとめてしまいましょういい まず、で、どっちか片方をまとめて覚えちゃった方がいいと思います。どっちでもいい、これはね。で、まず、和の方から行きましょう。異関則が今回の問題ね。綺麗に輪っかになってるのは、まず、葉脈。葉っぱは網目状です。で、網目状っていうのは、葉っぱがあった時に、多分、こう、一番イメージしやすいやつ。まあ、こういうやつよ。これが、えっ、ー、と、網目状。ちょっとこれ網にしとくね。網目状です。 で次根っこです根っこは主根と側根主根っていう、まあ、太い根っこがあって側根がこうやって出てるイメージですこれが主根と側根あのね大根イメージしてほしくて例えばもしみんながスーパー行く機会があったらちょっと今コロナ禍で行きにくいかもしれないけどみんながね行く機会があったら大根見てほしくてあとはお母さん買ってきた大根とかねあの大根食べるとかあるんじゃんあれ主根ですわ で大根ってこうたまにねその大根の主根の部分からちょっとひげみたいなのが出てるよねちょっとねあれが側根ですかよかったら見てみて大根主根と側根こうなってますで胃関足バラバラの方はまず葉脈葉っぱは平行脈っていってこういう感じイメージが平行ねでひげ根っていうのはこうね地面があったらもうこっからこういう これがひげ、ね、って書いとこうっていう一覧になります一覧に横にねだからまあこれを覚えておけばまあ大丈夫かなとあ,あとあれかえっとほんで梅雨草ゆり、えー、油のエンドウが入ってるのでそれも分けましょうかでえっとねどっちかな自分はちょっとバラバラの方を覚えちゃうんですけどバラバラの方は「つゆりーねっていう「つゆりーねつゆりーねねで覚えておくと書いとこうかえー、っと あちょっと伸ばす音で「つゆりいね」みたいな誰かのあだ名みたいになってるけどこれ覚えておくとこれつゆなんでえっとつゆ草でゆりが入ってるからゆりと今回ないけどね稲がこのバラバラの方の、えー、グループに入りますあそうちなみにこっちのグループを単子葉類って言います単子葉類入るかなじゃ縦にしちゃうね タン用例つまりあっと間違えちゃった子供の葉っぱ塩って出てきた時に子供の葉っぱがタンだから1枚のやつのグループが下ですタン塩類で上は、まあ、今回えっとまあ油ブエンド書いてるからそれにしとこうか油ブエンド油ブとかエンドとかまず、あ、桜とかタンポポとかもこの辺に入るんだけどこいつらがえっ、ー、と タンじゃなくて双子のフタの層、ね、を入れてソシオウ類と言いますつまり子供の葉っぱ子葉が出てきた時に2つ2枚あります2つね双子の蓋だからそれが総子葉類ってなるで今回ね話を戻すともともとじゃあ胃漢足が和状こっちを探しなさいって言ってる和状臨場どっちだ和状でいいかな で、これだから見ていくと、油のエンドだし、網目状で、主根と側根がある方を探せばいいから、答えとしてはっていうか、答え書くとこ、こでいいか。答えは、いになります。いいかな。ま、こんな感じで、ちょっとね、ここは暗記がバッてなってますけど、割と狙われます、ここは。今回は、い管んメインだったけどね。葉っぱがメインになってて、グループ分けしなさいとか。 もありますんで,で今回ちょっと入らないんで触れてないんですけどちなみに総使用類の方はそこからもう一回グループ分かれますあの合弁化類と利弁化類っていう花,花がねくっついてるやつと一枚一枚離れてるやつとかも分かれますので絶対教科書にグループ分けのやつあるからもしよかったらそっちもね見てみてくださいということで今回はね、えー、と高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第17弾やらせていただきましたまあちょっとね計算だったりとか暗記あったりとかしますけど有名な問題ねあのピックアップしてやってますのでぜひね 復習してもらって特に、えっと、もうこれを見ちゃったからには、えっと、あと化学反応式、このね、式ね、は、もうできると、苦手とは言わせませんっていう風に思ってますので、ぜひね、復習して自分の力で解けるようになってください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。